はい、皆さんおはようございます。沖縄の旅2日目です。昨日はちょっとね眠すぎて、ちょっと朝ゆっくりさせていただきまして、今現在時刻は10時半を回ったところです。これからカフェの方に行ってですね、ちょっと一日の計画を立てていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、プロ野球のロッテ対オリックスのね、観戦、野球観戦も予定しておりますので、ぜひそのね、ところも、その様子もお届けできたらなと思います。ではよろしくお願いいたします。さあ行きましょう。ということで、まずはモノレール沿いを歩いて移動していきたいと思います。さあ、ということでこのモノレールになりますけれども、今は乗りません。歩いて行きます。このモノレールのレール沿いをね、レールの下を歩いていきます。早速外に出たはいいものの、ロッカーに忘れ物をしていることに気づきまして、すぐに戻りました。よかったよかった。なので、気を取り直してもう一回向かいたいと思います。危ない危ない危ない。今から向かいますのは黄昏コーヒーさんという、お店です。はい、このまままっすぐ進めばお店に着くという、道順はかなりシンプルでありがたいです。さあ、どんなお店なんでしょうか。行ってみましょう。さすがに沖縄というだけあってちょっと暑くなってきましたね。昨日とは違います。昨日は雨も結構降ってましたからね。しかも気温も結構低かったんですよ、言うて沖縄にしては。ただ今日に関してはそれなりに気温も高いということですよね。今日沖縄気温は、でも24度か、そうでもなかったな。ただやっぱ湿度が高いのかな。湿度高いから、それなりにこう体感も暑く感じてるですかね。風もそんなにないですし、ジメジメしております。雨ももしかして降るかもしれないので、ちょっとこの後の天気次第かなっていうところですね。ピカ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 、いや過ぎちゃいましたね。もうあんまりうまくモノマネできなかったです。ということで、朝のカフェ黄昏コーヒーさんお邪魔させていただきました。チョイスしたのはチャイラテとかわいいあんバタートーストです。それではいただきましょう。さあ、どんな味なのか。まずはチャイラテから。スパイシーさがいいですね。甘さも控えめで。そしてこちらニコッといただきます。はい、サクサクカリカリ、いい音です。あんこの甘さもちょうどいいですね。食感、そしてあんこの上品な甘さ、ナッツのコリッと食感、パンのカリッとナッツのコリ、似てるようですがちょっと違います。説明するのは難しいですが。そしてバターね、がっつり入ってます。しかしこのバターもまたいいんですよね。甘さと塩気、このバランスが絶妙です。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、遅いモーニングカフェ、黄昏コーヒーさんにお邪魔させていただきました。あんバタートーストとチャイを、自家製のチャイいただいたんですけど、美味しかったです。あんバタートーストもね、久しぶりに食べたんですけどね、あんなねデザインというか感じを、顔ですかね、あれね、作ってて、ナッツとパンのこのカリッコリッって感じの食感と、あとはね、あんバターの程よい塩気と甘さ、このバランスがすごくマッチしてですね、食感、味ともに僕の好きなものでした。最高に美味しかったです。で、自家製のチャイもね、かなりスパイシーで、結構辛さの方が、しっかりくるような感じだったので、それも僕好みでした。ありがとうございました。これからね、首里城周辺の方に移動していきたいと思います。では行きましょう。
カフェタイムを終えたところで次は観光です。首里城周辺のエリア行ってみたいと思います。結構歴史的なね、はい、そっちの要素そっちの要素って言ったらあれですけどね、建造物、そっちの方ですね、観光することになるかと思います。ではユイレール、沖縄に来た時にしか乗れないユイレール、ぜひ、まあ、走行してるね、この感じ、景色などをお楽しみいただければと思います。しばらく黙っていますので黙っていますって、お前じゃあナレーションサボるのかって話なんですけれども、そういうことではございません。そういう時間をね、また、まあ、設けるのもありかなと思いますので、ではお楽しみください。さあ首里に到着しましたので、これから首里城の周辺を探索したいと思います。お酒の店がありそうです。そしてこれどうやって行くんだろう。さあこの首里城を目指して歩いているわけですが、まあ、とにかくね、来るの初めてですし、そんなに調べてもいないので、まあ、ひとまず歩いて観光していきたいなと思います。結構歩きそうですね。それらしい場所に来ましたね。おー、いいっすね。天女橋、わーすごいな、いいですね。どういう順序で回っていいかわからないけど、ひとまずぐるっと回ってみましょう。歴史を語る赤木の大木かな、赤木スラムダンクかって感じですけどね。確かにでかい。こちらは世界遺産としても認定されております、琉球国のグスクおよび関連遺産群です。順路と書いてました。
めちゃくちゃ広い。表と裏。なるほど。これが制限だ。ここからは有料区域だそうですね。休憩所です。展望台行ってみましょう。いや蒸し暑いね。さすが沖縄です。あー暑い。こちら西のアザナ。違った、イリだった。これは初見を読めよう。島沿いのアザナ。行ってみましょう。こちらが展望台からの景色。とてもいい景色なんですが、これ雨降りそうやな。いや素晴らしい景色でした。しかしながらですね、素晴らしい景色でしたが雨が降ってきてしまいました。一応傘持ってますんで大丈夫なんですけれども、今日も雨が降っております。日本の道100選に入ってます。人間道路会議所。そのままですね。お、これか。おーすごい、これはおもろいぞ。うお、一気になんか森の中って感じだ。周囲近所金城だっけ、金城あらの大赤い大赤いというか、むずっ。近所町ストーンペーブメント。マジでやっぱり沖縄は読み方、漢字の読み方が難しいですね。ウフアカギも読めへん、絶対読めへん。最初は無理やわ。ビショップって書いてますね。気をつけていきましょう。おー怖い怖い怖い。一歩ずつ一歩ずつ。 OK。
こんにちは。こんにちは。今ここをたどってきました。雨もそんなに長く降らないとは思うんですけれども、あんまり長いと野球が中止になっちゃうかもしれませんね。プロ野球の試合は。こっちは近所じゃないですよね。金城村屋です。金城村屋裏屋。むずい。イントネーションも感じられる方も難しい。これ正直驚いてるのが、なんか一部がこういうね、石のこういう石畳というか石段ですかね、だと思ってたんですけれども、ここら辺一帯はもう全部これですね。この石段ですね。なかなか険しいですね、この辺は。おっと、はいね、こうやって足元に注意しないと、足取られると怪我しますから、本当に気をつけないといけない。キャットがいた。キャット。こちらは通行止め。一旦そこで終わりですかね、この石段はね。いや、思った以上に大変でした。検定、まあ、石畳なんですよね多分これ。いや、消えかけちゃってます。でもしっかりと歩いてきました。そろそろね、沖縄そばが食べたいなんてね、そんなことを思いまして、お店ね、ちょっと気になったお店行こうと思ったんですが、結構遠い。30分くらい歩く。そして再び険しい石ではないな、階段を登ることになりました。雨も強まってまいりました。全然パラついてるとかそういう程度ではないです。湿気が半端ない。もうこれは東京の7月8月レベルの湿気ですよ。このこう高い湿度です。この辺は緑地だそうです。このへばりつくようなね、湿気と暑さね、これがザ・沖縄っていうことなんでしょうかね。昨日にはなかったこの体感感覚ですか。お、ここ通れんのか、これちょっと違うか。これ一応ちゃんと道っぽいので大丈夫そうですね。ちょっとびっくりした。 Google マップ見たら道になってるから、はあ、すごいな。よいしょ、なぜか階段じゃない方行ってしまうという。また登りです。これまたいいトレーニングになります。もうこういうのをポジティブに捉えていかなきゃいけないからね。ただ辛いと思ってたら意味がないからね。はぁ、 OK。 辛いとか言っちゃダメ。辛いとか言っちゃダメだ。一応行こうとしてたお店、途中まで向かったんですけど、もう一個別で名前をね、前検索して、名前をっていうか検索して、沖縄そばで検索して引っかかったところでちょっと気になったお店もう一軒あって、そっちの方がここから近いということでそっちに変更します。もうちょっとね、疲れました。そして暑さでやられたんですけど、今ね雨も引いてね、急に風も少し出てきて涼しくなって、
今とても心地がいいんです。たださっきは本当にしんどかった。今ちょうどいい、涼しさですかねが勝っている感じで心地が良いです。沖縄そば堀川さんです。行ってみましょう。残念ながらですね、ソールドアウトで終わってましたというか、もうこれ以上は、まあ、並んでたんですけれど、お客さんもうその分ないですよっていうことですね。先、これから先並ぶ人の分はないですよということで、残念ながら食べれることができませんでした。ということで、予定通りのもう一軒の方行きたいと思いますが、そっちもソールドアウトになっている可能性はありますので、できるだけ早めに行きたいと思います。なんとですね、僕の調べミスでですね、今日定休日でした。やってるな本当に。なのでちょっと全く別の店に空いてたら行きたいなと思います。まあそれで空いてなかったら、ちょっと他の沖縄そば以外の選択肢を考えたいと思います。あー、甘かったね考えが。こういうとこだよ本当に。すごい坂ですよこれ。むむ、沖縄そばの店にたどり着けないとしい。なんて諦めが悪いんだと思われるかもしれませんが、まだまだ向かいますよ。沖縄そばの店のレッツゴー。さあ移動しましょう。ユイレールに乗って牧師の方まで来ました。ここから別のお店の方に向かって歩いていきたいと思います。桜坂はどっちでしょう。さっきのね、あの暑さは嘘だったかのようにね、今はとても涼しいです。過ごしやすい。こちらはハイアットリージェンシーですね。ご立派であります。ついにようやっと沖縄そばを食べられます。ヘイブンさんというお店にお邪魔します。初めての本場での沖縄そば、一体どんな味がするんだ。早速いただきましょう。いただきます。こちらです。もう見た目からして美味しそうです。でまずはスープを一口。出汁が効いてますね。続いて麺もいただきます。いや頭邪魔や、前突っ込みすぎやわ。うん、美味しいですね。辛みが良くてツルツルとしています。喉越しも良く、普段ね年に1回2回食べるかどうかの沖縄そばなんですが、やはり沖縄に来てからにはね本物を食べたいということで、まあ、もちろんね、あ、その前に頭、ね、うるせえよって話なんですけど、やっぱりね他の地域でもね沖縄そばが結構出してるお店あります。当然美味しいお店もいっぱいあるんですよ。
あるんですけれども、やはり本場に来て食べるのはまた違いますから。これ厚みすごいっすね。こちらも厚みあります。具材が大きく迫力も抜群。そしてこの透明感、透き通るスープですが、しっかり味が凝縮されております。コクもあり美味しいです。ぜひ皆さんも食べてみてください。ということで、沖縄そばエイブンさんでシンプルな沖縄そばをいただきました。美味しかったです。まあ、変にトッピングしないっていうのもね、なんかそこら辺はちょっと僕塩梅なとこ行くんでお許しください。クレイジーな選択はしないで。今日先ほど言いました通りですね、野球を見に行くんですけれども、午前中の時点では、まあ夜はあまり雨降らないだろうという予報だったんですけれども、さっきね Google でもう一回見たところ、なんと夜がっつり降るんじゃないかということで、変更になってました天気予報が。これが沖縄なんですね。急に天気が変わるっていう、今とてもそれを思い知らされております。なので見に行けるかは分かりません。おしゃれなカフェがあったんですが、今回は行けませんでした。また次回行ってみたいと思います。代表格でもね、沖縄といえばっていう、もう必ず一回は行くでしょみたいなとこじゃないですか。飲み屋もいっぱいあるし、のれん街とかその、のれん街、のれん街とか、屋台村、屋台村、はいはいはい、とかやっぱいいよ、夏とか。立ち飲み屋みたいな感じみたいな。まあでも沖縄ってさ、俺もなんかそういう話聞いたことあるけど、もうわーってなって飲む感じでしょ。それいいよね。でも日本人ってシャイじゃん。だからなんかそういう何、まあ知らない人とかさ、まあ人によると思うけど、なんか一緒にこう盛り上がって飲むみたいなのがさ、嫌な人もいればさ、まあもういいぜ、盛り上がろうぜみたいな、飲むぜみたいな、いうのもあるじゃん、ノリで行くみたいな。沖縄の雰囲気はいいね。で、なんかそういうのは俺は結構、俺も好きだから、全然いいなぁと思うけど。まあ、牛乳ならちょっとまた別だけど、まあ普通に周りの人となんかさ、一期一会じゃないけど、それで盛り上がるのはいいな、独特のいい文化かなと思います。パイカ人っていう。パイカ人。居酒屋さんがあって、はい、もうそこはなんか飲んでたら、なんか演奏とかも聞ける。なんか三味線じゃないけど、なんかそういうのあるんだよね。なんかそういうとかやってくれる。三線とか。あ、そう、三線。なんかそれもなんか聞いた。確かにあるらしいね。ね、うん、あ、いい。なんかそこら辺ちょっとさ、日本すぎないというかさ。いろんな文化が混じったような感じで出す。カルチャーの人とかに。これ47都道府県もね、ここがね、ちょうどフィナーレなわけ。そう、一巡目フィナーレなわけだけど。一巡目一応ね。いやでも、もうぶっちゃけ、いやもちろんまだまだいろんなところを旅していくつもりだけど、この47都道府県制覇するのに27年と8ヶ月ぐらいかかっててね、まあ46都道府県制覇してそのリーチかかった時って、まだ今から1年半ぐらい前の26歳の時だったから、ちょっと間空いてるんだけど、その間じゃ何やってたかって言ったら、もう一回その46都道府県を一回回ろうと。え、マジで？いや、そうだから、例えば46都道府県目って鳥取県だったのかな、だったんだけど、まあ、鳥取島に行ってなかったから、その鳥取島に行って、まあ、45、46って感じだったの。でその大体
その年、2022年か。その2022年の3月ぐらいから、また旅バッて行くようになって、それまでコロナだったじゃん。だからあんま行きじゃなくて、で、2022年のその3月に九州旅して、まあ、そっからずーっと旅続けてきて、あと1個だってなったんだけど、その2022年の3月から、その間、2022年の11月ぐらいかな、に46になったんだけど、それまでの大体半年ぐらいとかで、まだ行けてないところもあったわけ。まあもちろん、一回は行ってんだよ。一回行ってるんだけど、まあその期間中行ってないから、まあ、要は結構ご無沙汰な県とかもあって。そうそうそう。だから、まあすぐ沖縄行くのもいいんだけど、まあやっぱりもう一回、いろいろちゃんと回った上で、最後沖縄を迎えて、ああ、綺麗に、ああ、うん、そう飾りたいなっていうふうに思ったのよ。まあその焦っていかなくていいなっていう。で、それも、福井とか、福井も6年くらい行ってなかったんだけど、あとは、まあ、徳島とかもそうね、あの辺とかもちゃんと行って、で今2年、そのだから2022年の3月からだから2年2ヶ月か、この2年2ヶ月の間に今46都道府県回ってた。あ、で今日も入れて47か。そう、多分おそらくなかなかいないと思う。2年2ヶ月の間に47都道府県回ってそうってまあまあハイペースだから。しかもさ、なんかね、周遊とか、その、なんか電車でずっと旅するとかだったらさ、一気にバッて行けちゃうかもしれないけど、俺みたいに何回も何回も小分けで、分けて行ってる人ってそうそういないと思うから、そう。もう、だから、その2年2ヶ月の間も、まあ旅行はもう、2桁回数そこで行ってるから、それで分けて、ちゃんと回ったっていうのであれば、なかなか、そうだね。だと思う。まあ、電車でこうぐるって回って、まあ、立ち寄ったから、そうだね、来ましたよっていう人も中にはいると思います。そうだよね。だからさ、その線引きは難しいよね。だからどっかどこまでじゃあ行ったのとかさ、降りたら OK かみたいなさ、通過したら OK とかもあるやんそう、ね、俺は一応ちゃんとどの県にもちゃんと当然足は踏み入れてるし、かつ、まあ、ご飯食べたりとか、まあ、宿泊したりとか、まあそういうのもあるじゃない。まあまだ宿泊できてない県は何県かあるんだけど、まあでもちゃんと観光はして、そうそこでしかない食べ物食べたりとか、まあスポット行ったりはしてるから、何時間か滞在してるし、それで言うとまあもうちゃんと上陸はしてるから、まあ、上陸制覇っていうのはまあ間違ってないかなと思うし、いない。そうなんですよ。ようやっとこの日を迎えられたわけで、いやー、ありがとうございます。こちらこそ大学の友達である あなたと共有できたのが良かったですね。今日5月13日月曜日、昨日は母の日で、はい、まあ、これ考えてたわけじゃないんだけどたまたまね、昨日母親に LINE のメッセージを送りまして、ありがとう、いつもありがとう。これも冗談抜きでさ、結局俺をね大事にこう産んでくれなかったら、まあ、このように俺はいないと。でその中で俺はこうやって自由に楽しくやれてて、その中でこうやって旅行してさ、47都道府県をこう制覇できたわけじゃない。これはもう俺だけの、まあ僕は達成したんだけど、まあ決してね僕だけではこうたどり着けなかったというか、まず母親が産んでくれて、そして、まあ、家族とかがね、まあ、こう関わってくれて、まあ、旅行連れてってくれた時もあるし、まあ、あとはこの2年間だけで言ったら、まあ、それこそ友達とか、まあ、他にもねいるけれども、そういった方々の支えとかさ、まあ、一緒に行ってくれた、旅を共にしてくれた今日のあなたもそうですけれども、ね、そういう関わりがあったからこその、まあ、このね感動的な47都道府県上陸制覇っていうのを迎えられたと。でそれがたまたま母の日の次の日だったと。だからもう本当にこれは感謝しかないですよ。本当にもう母親に改めて本当にありがとうございますっていう。でまあ、母親だけじゃないですけれどもね、今まで支えてきてくれた、関わってきてくれた方々に感謝する日であるなと、今日はそう思ってね、旅をしたいなと思ってますね。はい、そしてそういうね、あのメッセージを言ってると何ですか、鈍天ですよ、本当に持ってますね。私は今まで振ってなかったんだよ。ああ、大丈夫そうだなと思ったんだよ。振ってきたね、見事に。
こっち海なんですけどね。いつも綺麗なんですけどね。あ、いつも綺麗なんですけど、ごめんなさいね、僕が、ね、僕が、すいません、本当にすいません、申し訳ないです。まあそんな感じで、でもね、4年ぶりに再会して、いやでも本当に、今日の日楽しみにしてましたけれども、あ、ここまでも本当あっという間だったし、もう気づいたら今日迎えてたって感じだったんだけどね。まあまたこれから、沖縄でこれ制覇したわけだけど、もう沖縄だけでもまださ、ね、宮古島もあるし、ね、それから石垣島とか、いっぱいあるじゃない、いろんな島。で、鹿児島とかだってさ、屋久島とかさ、奄美大島とかもあるし、島だらけじゃない。島はまだあんまり行けてないのよ。今度は島も行きたいし、そう、あとはまあ、今までは都道府県の中心をさ、まあ、大都市というかね、その辺を中心に行ってきて、まあ、それ以外の田舎の方とかもさ、田舎再生だけど、まあ、町、なんだか町とかさ、そういうとこも行ってきたりはしたけど、まあ、もうちょっとなんかディープなところに今度突っ込んできたなっていうのを言って、そうね。あとはもうちょっと自然、ネイチャーのところでね、そう、ちょっと行ける。どっちかと僕、なんかシティ系、タウン系を攻めてきた、まあ、自分が好きっていうのもあるけど、だからそっちを行ってきたから、今度はちょっとそっちじゃない方で行きたいなっていう。で、その中で、まあ、自分のスタイル、旅のスタイルを出していければいいかなっていうふうに思ってるんで、今後はそういった旅をしていけたらなと思ってるんだけど、2週目はよりディープと。そうね。な、まあ、あんまりね、あのハードル上げすぎると、あの変なとこ突っ込みそうで、なんかバン食らいそうで、ちょっと怖いっていうの、有名になったらね、バン食らっちゃうからね、まあ、その辺はちょっと YouTube のガイドラインにちゃんと沿ってやっていこうかなと思うんだけどね。まあ、俺だとそういうちょっとやりかねないからね、分かるかもしれないけど、まあそんなとこかね。うん、まあ、とにかく良かったです。ひとまず4都道府県上陸制やってきました。今までそれこそ、まあね、俺もさっきいろいろなとこに住んでたわけで、そうだね。どう、沖縄は、それも踏まえた上で。なんていうの、まあ1年通しても、あったかいから、うん、とりあえず、冬服がいらんっていうのか。ああ、それいいね。楽かな、タンスが、かさばらない。確かに、衣替えとかで、衣替えあんのかっていうレベルでしょ。そうそう。そうだよね。確かにな、沖縄はそうだよな。ほぼ半袖いける。まあ、いいね。いや、まあ、冬の2週間ぐらいはちょっと。2週間まあ、ちょっと、2月ぐらいは。2週間 ?2 時間寒いなって思って、うん、まあ、長袖とか、こんな感じになってきた。はぁ、あ。まあ、羽織る程度でいいと思って。で、終わるから。やっぱ、さすが沖縄やね、やっぱね。違うね。で、夏もそんどうなんだろう。日差しが暑いけど、うん、気温はそんなに。あぁ。逆やからね、どっちか言うたら、まあもちろんもう寒いよ、もう正直北海道離れてる時間が長いからきついけどきつい。でも帰ったらね、やっぱね、そこはもう慣れちゃうんだよね、あっちにね。そう、不思議と。ただなんか本州の寒さってまた別だから、北海道の寒さとなんか、まあ多分分かる人は分かると思うんだけど、そこがねまたちょっと違うけど、そうだね。俺沖縄なんどうなんだろう、住んでたらまた、まあ、違うだろうけど、慣れなんだろうけど、大変だと思うね、俺。体が慣れるのに。多分時間かかると思う。真逆だから、北海道と。これ来てんのもおかしいよね、だからね。だから、東京のあれが、まだ、ちょっと待って。東京だったらまだそれ来てる。いや、でも今日はね、さすがに寒かったってなったから、さあ、沖縄県立博物館美術館の方に来てみました。球場に行くまでのね、ちょっと時間を、まあ、有効に使おうということで来てみたんですが、まあ言うてそれほど時間がないんですよ。博物館の美術館中入ろうかなと思ったんですけれども、あまり時間もないので今回は
パスします。傘もね、ロッカーに預けなければいけないところで、ちょっと面倒くささもあるんで、今回はやめておきますか。この小諸町の飛行機です。そろそろ球場の方に近づいていきたいと思います。こちら坪川駅前になります。こっちがセルラースタジアムです。これが坪川駅ですね。ということで、この日2軒目のカフェロッサコーヒーさんお邪魔しました。これ大きなクッキー、そしてラテいただきました。いただきましょう。うん、ゴリッとしたね。サイズ感も結構ありますよ。こんな感じ。カフェラテとクッキーを美味しくいただきまして、パワー注入です。落とすなよ。ということで、ロッサコーヒーさんにお邪魔しました。今セルラースタジアムに到着しました。これからね、友達と合流するんですけれども、まだもうちょっと時間があるので、ちょっと時間を潰したいと思います。そうですね、沖縄セルラースタジアム那覇。今回は地方球場ならではの芝生の外野席です。さあ、そしてゲストが登場します。さあ、そのゲストとは誰だい。そう、こちらの人物が今日のゲストです。何は生まれ何は育ちのオリックスファンの芸人、みんなこう呼びます。師匠、オリックスファンの師匠です。よろしくお願いします。今日はお願いします。負けませんよ。じゃあ多分負けるどっちがや、どっちがや、多分負ける。どっちが好き。オリックスが。オリックスが。なんで弱気じゃないですか。中島に元気出せ言ってたのに。そうそうそう、うん、弱いから。負けても負けても元気。負けても元気ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、オーケー、よし、オッケーオッケーオッケー。いや、マジナイス、トモスゲー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 。中断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 せよ、中断中断や。ロッテが3点先制してます。しかし雨がガチぶりでやばいです。これやばいな。5回待たず中止か、これ。あ、そうか、前3点取ったからでかいよ、これは。もう1点取ったら早いですね。あと2点取る。
やばいです。3対1なおもワンアウト一塁二塁、バッターセデーニョ。3人揃ったところで乾杯。ビール。すごい雨、やばい。ものすごい雨。ロッテ勝ちました。大雨だけど勝った。コールド勝ち。試合終了後は雨の中の移動大変だったんですけれども、こちらの海かじテラスからすぐのところ龍神の湯で、癒されまして、なんとか持ちこたえました。無事体を温めて休ませることができました。2日目はこれにて終了です。焙煎の家でゆっくり休ませていただきました。
赤ちゃん今日も頼みますよ。よいしょっと。